伊豆の防水の、青のっていうお部屋です。ムーンロードっていうお部屋で、じゃーん、入ってすぐに海がパーッと見えます。こっちから見るとこれがお部屋、海を見ながら眠れるっていう感じです。リビングルームできたのはこんな感じです。詳しく見ていくと、まずここにテレビがあって、その隣がすごい広いミニバーっぽくなってます。お菓子、これ有料。お酒、これも有料。とコップ、こっちは無料のネスプレッソが4カプセルと、お水2つも無料です。とお茶セットがあって、この引き出しの中には電話とメモ帳、その下の冷蔵庫は、ここは全部有料です。逆側のこっちは空っぽで、自分で買ってきたもの冷やせるコーナーもあって、ソファーもなんかレザー感かわかんないけどピカピカ。中はこう、これがスパ行く時に使った、バスローブ、それから金庫、小物入れ、ここには浴衣が入ってました。ここはちっちゃいお風呂行く時のアメティ、ブラシとか、綿棒とか入ってます。あとクリーニングサービスって言って、靴下洗ってくれるサービスがあるらしいです。その下が羽織で、こっちがお手洗いとお風呂、こっちがトイレです。なんかすごいいい匂いする。こちらがお風呂です。大浴場もガズボもあるので、ここはシャワールーム、なんかすごい綺麗です。シャンプーとかはこれすごいいい匂い。ドライヤーはパナソニック、ここに基礎化粧品もしっかりあります。あとコットンセットとか、これが一級特典で、すんなりのシャンプーセットかな、それからネイルセットも置かれてます。ウェルカムドリンクとお菓子はお部屋で。あー、海がいいね。今回のラウンジです。マッサージチェアが2つあります。ガゼボ浮き船、プライベートガゼボの浮き船です。入り口にはこんな感じで冷蔵庫があって、6人分の着替えボックスとバスタオルもここにあります。便利。そしてライヤーはテスコの、基礎化粧品もメンズレディースともにあります。クラシエ。お風呂の方はこんな感じ、シャンプー系はこんな感じ。そしてここにはサウナがあります。感じです。結構暑い。露天風呂、めちゃくちゃ海しか見えない、気持ちいい絶景です。このビール、キンメ、サワラ、マダイ、はい、キンメ今のとチャーハン